きました。そうやね、俺もそうやね。いや、俺も今着信あってん。あれ後藤さんから、フットボールの後藤さんから見てはった。見てはったんすか。アホってきましたね。え、アホ、アホ、フットボールは後藤です。マジで、ですか、ほんまに後藤さんなんかな。いや、着信あってん、俺の携帯に、12分前に、あ、結構前やねんな。え、12分前ベロベロっすか。じゃあ酔ってんじゃん、酔って見てやるんかもしれんわ。あー、ありがたい。あ、あの2個がそうや、アホって書いてある後藤輝元やった。ありがとうございます。嬉しいな、兄さん、すいません。 あそこも悪いとこ全部見られてるで、後藤さんに。西川君の悪い部分、怒ってもらおう、後藤さんに。いや、一回怒ってもらわないとダメですよ。そういうとこやね、西川君。まあ、でも、電話返したらどうなんすか。いや、電話出てくれあるかな、今。じゃあ、兄さん、電話していいっすか。あ、それ聞いとかな。いや、もしこれ見てあったら、一回そこで一遍電話しよう、一遍電話しよう。え、先ほどはサング、お、お前、これ太さん、サング橋、ありがとう。後藤輝元ね、これ来たね。おおおおおサング橋、ありがとうございました。結婚式の話、何も欲しくない。あー、ありがとうございます。わー、後藤さん、そっから見て、やべ、後藤さん、そっから見てんねや。ちゃんと見てますよ。すいません、この通してですけど、ご結婚おめでとうございます。直接言うと、直接。いやー、めでたい。こんなめでたいことあんねんな。すいません、すいません、ちゃんと喋れませんでした。ちゃんと喋れませんでした。いやー、盆と正月と子供の日が一緒に来たみたいな。今の対してコメントもらっていいですか。あかん、怒られる。今の盆と正月と子供についてなんか何もボケへんからやんか、みんなが。いや、でもありがたいね。いや、ありがたいな。ありがとうございます。いや、ほんまに愛されてるで、みんな、我々も含めてですけどね。実は初めから見るつもりやったんですよ。いや、ほんまや、俺もそうやったもんね、今。実は出るんじゃなくて、家帰って見るつもりやった。そういうことね。なるほどね。で、これを元々、いや、僕もともと行くつもりなかったんです。ね、あ、いや、ほんで天心木村持って、はい、そうそうそう、木村君、うん、一緒に飲んでて、うん、そう4人とも来る、行こうかみたいな、後藤誰が喋るか決めて。バラバラに聞こえるから、もうどうしていいか分からない。西川君喋って、ほんなら。いや、だからそう、木村も来る予定やって、うん、で、後藤さんは帰るって、で、4人で行ってこいやみたいな、うん、行ってこいややったんすよ。そう、行ってこいややってな、うん、で、結局木村は夜中1時、2時に終わるから、電車もなくなるから、電車もなくなるから、帰り帰られへんから、うん、俺は帰る言うて帰って。あー、はい、なるほど、うん、いや、全然どっちも任せるわとは言ってんけど、はあ、はあ、でも後藤さんはもともとなんかもう、まあお酒も入ってるしやめとくわみたいな、そう、気使ってもらって。あー、なるほどね。まあでも多分これがしたかったよな、今思うと。そういうこと、ね、優しい先輩やな。いや、ありがたいですよ。宮古島行った時もさ、なんか差し入れでスタッフの分含めて送ってくれたりとか、うん、いや、まあそれはこれありがたいですか。いや、これ全然ありがたないですよ。まあ、そうやったら噛みつくねよ。ただただ脇汗かくだけですよ、これ。てか、ほんま来てくれた方がよかったやんな、これするんやったら。いや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 、喋れるか。え、実力ないってこと、後藤さんが。いやいや、僕らがです。あ、そういう意味。いや、それも罪ですよ。いや、違う違う違う、それも罪ですからね。ずるっ。いや、嬉しいですね、光栄でございます。すごいですね。びっくりした、俺も怒られるのかなと思って、セクシーやったから。あー、なるほどね。あ、うん、びっくりしました。面白なさすぎてね。いや、それも込めた。それと、直接ね、うん、おもろないです。電話なんかなと。なるほどね。まあ、もし、あの、まだ起きてはって、あの、あれやったら電話させてもらいますんで。そうですね、そんなお時間は取らせません。はい、一言、ね、一言だけね、お願いいたします。はい、します。すいません。そうそう、だから、本当さっきのね、V ね、まあ、今最後、結局西川がさ、うん、ひどいみたいになってたけど、うん、いや、でも結局ね、そうやね、思い出してマリーナ、うん、マリーナ、もう一回改めてもう一回言うわ、うん、確かにね、なぜ俺がああいう状態で陥ったかを考えて。浦和と浦安、まあ確かにね、全然ちゃうで、まあ確かに、1時間で、まっちゃんこういう間違いたまに結構すねん。たまにじゃない、結構する結構すね、結構すんねん。そう、それの今回ひどい番やと思う。まあ、ボンミスね。そう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 。後藤さんから上田やめろって聞かれた。やめるか。やめるか。芸人やめろって聞かれた。ほんまや。後藤さんが言ってはるからさ。後藤さんが言ってるから。やめるか。お疲れした。おめでとう。おめでとう。おめでとう。やめるか。引退式する？いいやめ方やんか。いや、宮崎でやりますよ、それ。誰も行かへん。誰も行かへん。やりますよ。誰も来へん。誰も行かへん。挨拶してくださいね。引退式。はい。いや、ほいで、そうそう、だから、うん、そうやね、浦安と裏間違えたら松本くんに俺は一番非があると思うね。そうそう、それはもちろんやね。でも、それも一番じゃないと思う。結局、どっちも悪い。
そうやねんな。お前ちょっと、お前どっちの味方やねん。どっちの味方でもない。じゃあ電話せえや、お前も。何を。お前もあの子に電話せえや。そうや。結局、結局いや、それはええや。あの、言うたら、その話の時に何も言わへんくて、普通芸人やって電話するやん。そのね、まあ、女の子。いや、もういいや。今、デートも一緒に行ってて、向こうは、ただ、押されたらもう私何も拒みはしませんって言ってる状態でさいいやんけもうそれいい歳の女の子を引きずってさその気にさせてじゃあそうやって自分の気持ち言った方がいいと思うでそんな俺らに突っかかるぐらいやったらなそうや違うなんでその話になるんさあこっちに攻撃したそうなるよそうなるよお前今弱み握られてんじゃん当たり前やんかなんでなその子の名前は何やったっけあだ名あだ名やっちゃんそうそうやっちゃんやっちゃん当てる当てるやっちゃんやっちゃん可愛らしいねちっちゃくて、ボーイッシュボーイッシュあかける電話兄さんからもう2分前で電話だから起きてはるわあじゃあじゃあごめんねちょっとだ上田スピーカーにね兄さん起きてはんのかなだ上田の下りも見てはるからうんほらまあそうですねってことやはいあおはようございますおはようございますありがとうございますえ兄さんすいません突然見てたんですねもう見てるもん全然思わないわちょっとちょっと一回ぐらい笑ったでしょ一回も笑ったよ後藤さんの笑い感覚どうなってるんですかいやもう何にも思わないわいや兄さん酔いすぎ酔いすぎそうですお酒が入ってるからですよ酔いすぎです文章入れよう思てんけどはいあはいこの式に読んだ意味がもう何にもないやべ、いやほんまやな得意はもっと上手いこと喋ってたけどな誰ですか得意はもっと上手いこと喋ってたけどあー得意さんいやそこと比べてダメですけど一戦級と比べてダメですよ俺ずーっと松本とはい横のマリナちゃん女の子は気まずい顔してるのだけやめてもらってそんなことないですあんでそんなことないですよ言うてるけどなんか変な顔すんのやめて気をつけますいやほんまいやありがたいですこれだけ言うとくけどはいここのチャンネルを調べるのに40分かかったすいませんそこまでしていただいてネットサーフィンしていただいてありがとうございますこの小さいとこやからはいすいませんいやそれにしても俺もレギュラー生放送、はい、5月14日って打ったら、はい、すぐ出るわ思ったら40分かかったもんあもう自分で検索したいやわざわざいや検索だっすねありがとうございますの時の松本の気まずい顔をちょっとやめてもらって見ながらやってくれたんでこれ今いやありがたいですねすいませんの女の子の気まずい顔だけやめて何回言うね気まずい顔何回言うんすかなんかオープニングでちょっと喋ってたけど途中からお前らが喋る感じだって上田がちょっと言ったろみたいな感じのやつちょっとやめてチャンスや持てるチャンスや持てるんすよそんなことないそんなことないっていうのもおかしいけどはもう絶対やんからすいませんあのこの人隣の話聞いてた方がええからマリナちゃんのマリナちゃんのね、うん、そうじゃあちょっとそれ続けますちょっと後半も頑張ってちょっとほんまにダメ出ししてますやんもうほんで今パソコンとの時差がすごいのよそうなんですよそうそうそうすいませんでももう20秒前ぐらいの俺やからそうそうなるほどまたこんな話してたらまた鉄腕アクスの裏返しのパーソナーの松本がもう変な顔をそんな変な顔してますもん変な顔してるね鉄腕アクスの裏返しのせやからまあ正面向いてるミッキーマウスのボンにいろいろ全部情報入って早いですね早いですねありがとうございますだからもうちょっと嫁も出さなあかんからいや泣くんかいなすみません。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。また来てください。はいはい。すみません。あだした。します。お疲れ様でした。はい。
いやありがとうございます。ありがたいですね。めちゃくちゃ優しい。わきやすいなこれ。最初から見てくれてはって。ほんまや。いや40分かかったってことは多分そうなんやろな。ああそうか、そう調べて。ね、結婚式の話もすぐやったもんな。はい。だちょうどそのタイミングぐらいで見てくれてはったかもしれない。ね、はい。あほんまや。奥さんと見てはるんですかね。いやそれはどうやろ。奥さんでももうすぐ寝はるから。うん。うん。そうそうそう。体力ないもんな。うん、いやでもまあそうやな。そっかそっか。いやありがとう話ですよ。いやありがたいです。すいませんでした本当に。で奥さんすぐ抱くからね。ですね。あ、そうなんですね。僕そこ知らんから。そう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 。すぐ抱く。すぐ抱く。はい。そりゃそうです。奥さんですからね。悪いことです。悪いことじゃないです。はい、何があかんこと。今日も抱かはるでしょう。そうやな。言うてはる、はい。まあそうやな。だから奥さんが別にええねん。明日も抱かはるでしょう。それはそう。それが普通や。それがそして明後日も抱かはる。一日明けはるかもしれないしね。それはわかりませんけども。はい、ということで、いやもうでもね、1時間余裕で過ぎてるんですよ、もう。え、もう2時前なんですよ。あれ、そうや。はい。ほんまや。あっという間やな。結局企画いろいろ、あ、いろいろありましたね。ほんまは。ほんまや、いろいろあって、なんか、あっちゅう間でしたね。あっちゅう間やったわ。一個だけなんか、マリーナに最後ちょっとこう、せっかくこういうね、番組タイトルついてますやん。ちょっぴり危ない生リクエストスペシャル。ちょっとなんかこう向こうにね、実はこのスタジオちょっとだけね、はい、あ、それのね、衣装あるんですよ。それも言ってたね。あ、じゃあそれ最後着替えて出てきてもらう、着替えてもらって、でその間に見てもらう V。 ああ全然いいですよ。あ、 V もある。あのおみくじ探検隊、あ、本当や。その間に着替えといてもらって、はい、ちょっとコスプレの方で見てもらってもいいですか。衣装チェンジみたいな。私が決めていいんですか。あ、何あるか見ようよ。あ、じゃあボンちゃん頼んでいい？いい？決めていいですか？はい、いいですか？ボンちゃんプロデュースでいいですか？ちょっと決めてきますわ。あ、じゃあ一緒に、はい、ちょっとお願いします。じゃあこの間にじゃあ V 見てもらえますか？そうですね。はい。はい、まあ、我々がボンちゃんと3人でね、レギュラーで3人でロケやっております。おみくじ探検隊でございます。はい、見ていただきましょう。どうぞ。どうぞ。